新北市の軌道交通 MRT 環状線の開通式には蔡英文総統が出席しました出迎えるのは林華流交通部長台北市のカブンテツ市長新北市の江祐儀市長も出席しました江新北市長は私がマスクを外したのは皆さんとの距離が2メートルを超えているからですと話します総工費は700億台湾元日本円およそ2500億円です、okay. 蔡英文総統は あなたが新北市のために尽力していることに対して、中央政府は必ず支持します。新北市と中央政府が手を結んで、新北市が必要としている MRT のネットワークを一歩一歩建設していきましょうと語りました。 新北市の MRT 環状線は1月19日から試乗会が始まり1月30日までに36万人が試乗しました31日には正式な営業運転が始まりましたただし最初の1か月間2月29日までは環状線の各駅から出入りする利用者は環状線の部分が無料となります